ちは。フラットの御鉄東武沿線酒蔵巡りの旅中の増田アンナです。今回は南会津3つ日光2つの酒蔵に御朱印帳を持って巡るという旅をしています。御朱印帳とこちらの可愛い巾着おチョコを持って今回日光エリアに来ました。お得なフリーパスもあるみたいなので皆さんもぜひご利用してみてください。ということで今回片山酒造さんに遊びに来てます。それでは行ってみます。東武チャンネル。あ、こんにちは。予約してた増田です。今日はようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、はい、お願いします。見学の方こちらどうぞ。はい、この辺りを、まあ、仕込みタンクとして使ってるタンクです。はい、このタンク1本仕込むのに、まあ、はい、お米をどのぐらい使うと思いますか？お米、はい、このこれいっぱい作るために、はい、どのぐらい使うんだろう。何キロ、もう想像つかないですよね。はい、キロでいきますと、全部で1500キロ使います。1500。、はい、表でいくと25票ってなるんですけど、1票60キロと計算しまして、はいはいはい、1500キロのお米と2000リットルのお水を使いまして、出来上がるお酒が本醸造ですと大体3500リットルぐらいです。一升瓶で約2000本ぐらいです。すごい、すごい。はい、これがですね、船って言いまして、お酒を絞る機械です。はい、でこの機械非常に手間と時間がかかるので、はい、絞るのに丸々3日かかるんです。3日、ゆっくり圧力をかけて抽出していくっていう形になるので、すごくね、まあ、まろやかな感じのお酒が絞れます。中が浴槽のような感じになってまして、はい、この袋をさっきのタンク、大きいタンク1本絞るのに、はい、これを500枚使うんですね。すごい、はい、500枚この中にもろみを大体8リットルぐらいずつ入れていきまして、こんな感じで口を縛らずに折るだけなんです、ね、あ、そうなんですね。で、下からずっと並べて積み上げていきまして、はい、そこに枠が4段あるんですけど、はい、その枠を4段重ねて、全部絞る。積み上がるとあの針の下ぐらいまで行きます。すごい、初日は自分の重みでどん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 下がっていきまして、はい、で、2日目から徐々にこの重りをね、乗せていって圧力をかけていくという形です。絞ったやつはどこに、はい、絞られたお酒はここに穴が開いてるんですけど、はい、ここの穴の中にですね、この横たわってるタンクを入れまして、はいはい、で、このタンクの中にそこの口からお酒が3日間で続けます。あ、溜まっていくんですね。じゃあ、はい、まあ、夜中もね出てるので、はい、定期的にね4時間おきぐらいに夜中でも汲み上げに来ないと、そのタンクあんまり大きくないので、はい、溢れてしまうので ね、そこは絞った日はほぼほぼ夜も汲み上げに来てます。そんなに手間かかるんですね、日本酒って。すごいなんか繊細で手間もかかって、はい、すごいお酒なんですね。東武チャンネル。はい、じゃあ、早速ですね、はい、見学に来られた方に、はい、今試飲3種類お出ししてまして、室賀の生原酒素顔っていうシリーズの、はい、本醸造、純米吟醸、大吟醸っていう形で試飲していただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、この3種類、そうですね、ざっくり言いますとお米も酵母も違うので、どれも風味自体は違います。あ、香りがすごい。すごい香り、はい、なんかめちゃくちゃしっかりしてますね。本醸造の室賀生原酒になるので、はい、タイプ的にはねすごくしっかりした日本酒らしい味のタイプです。美味しい、うん、アルコール度数も19度あるので結構高いんですね。高いです、はい。
ので結構ね、脂っこいものとかでも、はい、本当に負けないぐらいのしっかりしたタイプです。うまみがすごいですね。あ、はい、お米は栃木県産の500万石っていうお米です。次はですね、純米吟醸の素顔っていうシリーズです。で、これはお米は夢ささらって言いまして、栃木県で開発した酒造公的米を使っております。いただきます。キリしてるけどすごいコクがある。おいしい。さっきのと香りが違うのはいありますか、はい、この香りの違いっていうのは確かに全然違う。酵母の種類を変えると香りが変わるので、はい、どの種類をね、どの香りを出したいのかでチョイスする酵母っていうのは変わってくるんですけど、はい、これはどちらかっていうと、今流行りのちょっと、ね、フルーティーって言われるタイプの、香りを出す。次はこちらの大吟醸に、はい、もうすごいフルーティー、はい、このお酒もフルーティーのタイプで、小さい酒蔵って言いますとね、大吟醸っていうと全国新酒鑑評会とかね、その、はい、お酒の品評会あるんですけど、品評会の出品酒に直結する商品になるので、すごくね、やっぱり大吟醸はすごく手間がかかるところです。あ、おいしい。なんかフルーティーなのに辛口で、はい、大吟醸の場合には甘みもあって辛みもあって、はい、味のバランスがねすごく取りやすいので、あとは本当に何て言うんでしょう、味の膨らみといいますか、そのあたりは大吟醸ってやっぱりバランスが取れてるのかなと思います。確かに何かいろんな料理に合いそうですね。そうですね、はい、全部全然タイプ違いますね。はい、東武チャンネル。私、はい、今日はコンビニとかで買える、はい、手軽に買える、定番のおつまみからちょっと変わり種とかをいっぱい持ってきたんですけど、はい、これはこれに合うとかってありますか？この中でいくと、はい、カステラなんかが。カステラ、うちもですね、酒ケーキって言いまして、はい、お酒のね原酒を使って、焼いた、商品がございます。すごくね、うちの隠れた人気商品なので、甘いものでもね、すごくお酒合うのかなと思います。あ、どんな感じなんやろう。カステラか。いただきます。あ、合う。結構甘めのカステラにこの強い、はい、強めのこの何だろう風味、はい、日本酒ならではの風味が合わさってめっちゃ美味しいです。お酒も辛口なので、甘さもあり辛さもありで、ちょうどねバランスも取れるのかなと。なんかふわって日本酒の香りがするのが、はい、すっごい美味しいです。あ、はい、韓国海苔なんかはいかがですか？はい、韓国海苔、はい、うん、うん、あ、合うかも。うん、おいしい。なんかごま油この日本酒が美味しい、めちゃくちゃ合います。海苔の風味とごま油がふわってした後にこの日本酒でちょっとすっきりさせる感じがすごい美味しいかも。やっぱり大吟醸ってね、お酒の主張もすごくあるので、
こういうね、一般的なスナックでもいろんな食べ物に合わせやすいのかなと。うん、スナック菓子と日本酒って合うイメージ全くなかったんですけど、はい、美味しいです。私もいろいろな新しい発見が、うん、新しい、はい、本当に新しいです。東武チャンネル、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんか一つ一つの日本酒の魅力がすごく個性があって美味しかったです。ありがとうございました。今回のフラット呑み鉄東武沿線酒蔵めぐりでは、南会津エリア3つ、そして日光エリア2つの酒蔵にこの御朱印帳を持ってフラッと楽しく巡る旅です。皆さんもお得なフリーパスをゲットして、ぜひぜひ可愛いおチョコも持って遊びに来てみてくださいね。皆さん試飲しに来てください。はい、ということで皆さんぜひ次回もお楽しみに。